僕アメリカでバッタリシ見つけてみよう。材料見ただけでゾッとしてます。すごく相変わらずこれはね、面白いレシピを作っていこうっていうか、はい、アメリカのね、日本人が作らなそうなものを皆さんに紹介するって感じで、うん、思っていただければ。はい、今日ミシンやります。最初はチキン。チキン。2つ目がアイス。アイス、よくわかんないけどこれを作っていきます。今回バズったレシピの中でもエアフライヤーっていう、日本だとノンフライヤーって呼ばれてるんですけど、うんうん、使ったレシピを作っていきたいと思います。はい、特にコロナ中めっちゃ流行って、あ、そうなんだ、エアフライヤー、エアフライヤーってめっちゃ盛り上がってて、うん、ずっとちょっと欲しかったんで、で今回このエアフライヤーを使っていきたいと思います。うん、何なのこれって、簡単に言うと。よくわかんないね。簡単に言うとミニオーブン。ミニオーブン、まあまあでかいよ。簡単に言うと。簡単に言うとね。でも、こう、揚げ物とか、うん、あんまり油を使わずに、あ、そうなんだ。油をちょっと垂らすだけで、揚げ物みたいに作れるっていう、コンパクトだから、熱気が行き渡りやすいのが、めっちゃ便利なんですよ。うんうん、揚げ物を温め直すとかでも、すっごいみんな使う。アメリカでは、各家にありますよね、じゃん。へぇ、そうなんだ。結構定番になってきて、うん、ご飯作るときはもうこれが楽。へぇ、じゃあちょっと試しにやってみましょう。はい、まずは一品目、チキンの材料からいきます。はい、まあね、名前の通りチキンを入れていきます。これは胸肉じゃなくてもも肉。もも肉、レシピは胸肉だったけど、うんうん、いいね、どっちでも美味しいからね。うん、好きな方でいいと思う、うん、そこは。これが一番気になってる。はい、次ドリトスすげーよ。ドリトスドリトスなの。ドリトス。ドリトス。動画を見る限りこのナッチョチーズ味だと思う。ナッチョチーズ味なんだ。この赤いのあんまないよね、日本だと。日本だとあんまりない。ね。これが一番定番アメリカだと思う。これが一番定番。ドリトスといえばみたいなナッチョチーズなんだけど、すごい色やばい。色やばいんだ。日本のはどこまでかわかんないけど、うん、ガーリックパウダーか、うん、今回はガーリックソルト。ガーリックソルト使うんだ。使います。ご家庭にあるかしら、ガーリックソルト。なかったらガーリックパウダー。ガーリックパウダーあるかしら。なかったら刻みニンニクでも美味しい。ああ、そっか、それをこうまぶせばいいだけか。そうそうそう、これ単純にそれが乾いたやつだから。なるほどね。多分扱いが楽なだけだな。なるほど。本当にそれだけだと思う。はい。あとパプリカ。おお、赤くするのかな。あと塩コショウなんだけど、うん、今回私たちこれ使うから胡椒だけ。はいはいはい、塩はいらないのね。うん、で正直この下味は結構お好みでいいと思います。まあ確かに、ここに関しては私も目分量でやりますし、うん、皆さんもガーリックっぽくない方が良ければガーリック抜いてもいいしみたいな、うんうん、こっちのスパイスの方がいいとかあれば全然ここは入れ替えしたいだと思う。こいつが一番気になるのは何をするかが分かる。まず、うん、揚げ物なので、はい、唐揚げ的な感じで下味と衣を作っていきたいと思います。はい、行きましょう。あ、ごめん、あとごめんってなんだよ。ただまた腹筋、まあ、いたわ卵もいたわ。じゃあお願いします。はい、じゃあまずこの忘れてた卵、忘れてた卵入れていきます。はい、ここの片栗粉の中に。はい、まあ、ここは本当にね、唐揚げじゃないけどだいぶチキン系のあるあるかなって、うん、どうも本庄本庄ありがとう。まあこういうねスパイス系はちょっと目分量で適当に適当に入れてます。適当に入れてます。元レシピは適当なの。うん、元レシピ書いてなかった書いてあるレシピどこかにあるかもしれないけど、うん、見つけられなかった、うん、これ主にどこで流行ったレシピなの。どういう TikTok です。 TikTok なんだ。はい、でいろんな人が試してたみたいな。みんなやってた。おいしそう。個人的にはすごい気になった。あ、本当。スプライズどっちが気になった。全然こっちの方が見た目は安全そう。あ、そうなんだ。スプライトってちょっとどう転ぶか分かんなかった。確かにね、転び方結構正解めっちゃ入れるね。こんな入れるんだ自信が下げになったけど急に怖っ。食べたい。テーマとかパクチク。またクッキングです、毎度毎度の。はい、で、胡椒。はい、胡椒適当にね、この辺をもうで混ぜていくと。片栗粉だからさ、あんまうまく混ざんないよ。もう足んない。もっと追加する？卵もっと追加かな。これはね、片栗粉買っちゃった卵。ちょっと今回チキンの量が多いから卵2個ということで。はい。ドロドロ系の衣をつけるのね。
そう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 、あんまそう足りなかったら追加、追加か、まあ、今回は諦めるか、全部使う必要もないから俺らまずそこに思考がいくけど、まずその必要はないんだよ。すごいぽい、こんな感じだった動画でも、うん、ドロドロって感じだね。ドロドロって感じ、うん、卵は2個だね、この量。うん、あの私たち多めなので、うん、あの1個でも大丈夫だと思います、はい、普通のご家庭では。次、うん、ドリトス。ドリトスここで登場。いきます。はい、何してんの。あ、潰してんのか。衣を作っていきます。これは衣ね、衣の外に衣を作っていきます。なんかすごい無双するんだね、こいつ。それだったら美味しそうかも。でしょ。こんなもんかな。はい。なんで毎回こうなんだ。毎回よし、ちょっとこんなもんかなって言ったでしょ。こんなもんかなって言ったんですけど、じゃあ、じゃあ、ありがとう。うん、だいぶ。まだあるよ、これ。うまっ。うん。懐かしい。うまっ。空気もあったからね。ちょっとね。うん。おいしい。それを、それをだめだ。久しぶりに食べたら美味しいね。はい、それでは何でしょうか、はい、次はエアフライヤーを準備しようか。はいはい、よいしょ。中の構造はちょっとメーカーによって違うかなと思うんでお任せするんですけど、今回は私たちはオーブンシートを敷いていきたいと思います。はい、ドリトス自体がねボロボロ取れちゃう可能性があるから。そうだね。天才だったよ、今。辛っ。今、天才の時間。ドロドロ。すごい天才だったよ。なんでこうなるかな、毎回。めっちゃおもろかった、今。ぴったり。え、見て。ぴったり。なんでさ、キーがやると毎回こうなるの。めっちゃおもろ。天才だよ、今、天才だった。じゃあやりましょうか。はい、こんな荒くていいんだ。うん、だいぶ荒かった。そうなんだ。動画では、うん、順番なんですけど、うんうん、鶏肉をさっきの卵で作ったタレにつけて、はいはい、これにつけてエアフライヤーに、はいはい、じゃあ早速1個目、うん、何個入るか分かんないから。そうね、とりあえずドボーン。ドボーン。うわ、結構べっとりつくね。ね、すごい。かなりこれ量必要かも。ちょっとこうね落として。ちょっと待って、俺らさ、ライトつけるのあるんだけど。来てこい。ほいじょ。ちょっと待って。何してるんだ、ほいじょ。ほいじょだね。ああ、明るい。ああ、明るいわ。ああ、暗かったのね、さっき。暗かった、すごく。知らなかったです。はい、で、うん、ドボーン。ドボーン。うわ、すげえ、ざっくりだな、つくの。これ、すごい動画通りだと思う。それで、うん、ドーン。はい。はい、ほぼ埋まった。ねえ、ちょっとまぶしとく。上からかけ。ちょっとまぶしとくか、うん。これ、なんか2、3枚しか入らない。いや、2個でしょ。3は無理でしょ。これで3は無理でしょ。3いけるかな。引き続きこれをやっていくと。はい、ドボーン。ちょっと気持ちよさそうなんだよな。うん、はい。はい、じゃあね。ちょっと洗ってからにしよう。はい、じゃあ早速、うん、チキンエアフライヤーに入れていきたいと思います。OK! で、うん、実際どれくらい入れとくかっていうのは、うん、動画では言ってなかったんですけど、うん、このエアフライヤーも素敵で、うん、チキンって設定があるんですよ。ね、チキンってある。なので、チキンの設定にしたいと思います。はい。ちょっとやってみたいと思います。はい。これ一応210度で18分になるみたいなんで、うん、これでちょっと試してみたいと思います。はい。なんかすごいね、音鳴ってるよ。できました。失礼しました。開けてみよう。開けちゃう。うん、いくよ。はい、3、2、1、どうぞ。すごい、やっぱ焦げてね。あなたがさ、ちょい足ししたので焦げたんだよね、これ。ね、私がちょい足しした分、焦げた。ちょっと試してみよう。試してみよう。24時半でございます。ち
ちょい焦げだけど美味しそうではある。肉汁やばい。いただきまーす。いただきます。うまっ、やばっ、おいしい。これはやばい、パリッパリ。うん、なんかもうしっかり火が入ってて、うん、うまっ。エアフライヤーこんなジューシーになるの、ね、おいしいね。なんかジューシーさが違くない、普通に揚げたのと。うん、逃げた感がないよね。うん、うわうまっ。これ油をほぼ使ってないっていう。うん、すごいね、オリーの油だけ。意外と味濃すぎない。うん。もっと濃くなると思った。ちょうどいい。いい音。ヒントの理由が分かった。チキンは。成功したね。大成功。2段作りました、うん、チキンの、はい、だったしもっと細かくしてみたの。そう、ちょっとさすがにってなってね。そしたらなんかね、すごい超うまそうになったんだけど、すごい感じ。ちょっとこれ別で食べてみるか、うん、食べてみよう。今1回目とは別で、うん、ね、めっちゃ美味しそう、ね、いただきます。これや、これだ。1回目も美味しかったけど、うん、2回目上行ったね。うん、全然うまい。こんな変わる。ドリトスなるべく細かくしましょう。うまっ。高級唐揚げだ。お店のフライドチキンくらいカリカリしてる。これやってみてください。ぜひぜひ。3度目の正直。3バッチ目作ったらなんか一番綺麗。すんげえうまくいったんだけど。最強。どういうこと？お店で売ってるよね、こういう。うん。食べてみてよ。食べてみる。うん。お、2バッチ目が一番うまくいったかと思ったけど、うん、3にはかなわない。かなわない。こうなってさ、カードセル高すぎでしょ。店じゃん、もう。うまっ。これ売れるぜ。売る、うちらチキン屋さんやる。でもドリトスでしょ。ドリトスチキン売る。売れるよ、これ。いややっぱ試行か、うん、試行錯誤ね。疲れちゃった。そんなに言えない。フライドアイスクリーム作っていきたいと思います。アイスをあげんの？そう、やば。結構ね、人気だった食べ方なんだけど、さらにヘルシーに。ヘルシーに油は違うね。アイスに衣をつけてヘルシーに。アイスに衣をつけて揚げるんだけど、ヘルシー、揚げないかな。アイスってヘルシーなのかな。そもそもよくわかんないけど、君たちの感覚がわかんない。揚げないからヘルシー。揚げたバージョンを食べようとしてるのに、うん、揚げないバージョンを食べるからです。はい、わかりました。アイスは何でもいいです、うんうん、これが今うちにあるやつ。美味しいやつ。うん、ワイルドベリー味、うん、バニラとか全然大丈夫です。はい、事前にやっといてもらいたいのが、サランラップにそのアイス入れてこう丸めといて、うん、ボール状にしてね、ボール状にしておいてください。はい、で、次小麦粉。小麦粉、卵、卵、それとコーンフレーク。よくわかりません。もうわからない。もうわかんない。もうわからない。コーンフレーク。なんでここわからない。もう今で全部イメージ湧いたでしょ。でもこれ潰してまぶすんだろうなっていうのは湧いた。そうそうそう、正解正解。そういうことです。はい。っていう感じでちょっと作っていきたいと思います。はい。卵なんですけど、うん、卵白だけ使っていきます。はい。卵黄は使いません。はい。卵黄使わないんだね。うん、使わない。おい。おぼれ。おいど。やめました。セーフ。これは別に潰さなくてよくて、うーん、このまんま、じゃあうまくザーってかな。口では言ってたけど、くっさい。なんで全部食べる。初めて大事でしょ。でもうまい。久しぶりに食べた。順番なんですけど、うん、動画では潰してなかったけど、うん、潰した方が良さそうなんで潰しときます。それでかいよね。実は潰してたの。ありえるよ、それ。はしょるから、結構。3分間クッキングみたいに。てるべってってって。てるべってってって。てるべって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 。てるべってってって。黒パンしてる。てるべってってって。てるべってってって。てるべってって。てるべってって。ちょいちょい呼ばれちゃう。いいんじゃない？良さそう。うん。で、順番が。卵白。小麦粉。さっきはオーブンシートだったんですけど、今回の動画はアルミホイルだったんで、違いがあるかはわかんないんですけど、今日はアルミホイルです。やってみます。シートがなくなったしね、さっき。
こんな感じでアイスクリーム用意してもらって、はい、うん、スピード勝負です、こっからは、はい、溶けないように全力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 じゃあ私しっかりついてる、よいしょ、はいはい、どうに卵白に全体に入れて、よいしょよいしょ、小麦粉、はい、卵白意外とつかない、あ、そうなんだ、全力全力全力気つかない、卵白にもう一回つけてとかにする、うん、無理やりつける、卵白つけたら一回マジ、うん、変えちゃうレシピ、うん、でんでけ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 、はちゃめちゃクッキングです、つくんじゃないこれで、どう、あ、ついた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 、あ、感じになってきたんじゃない、すごいっぽくない、お、いいんじゃない、よし行こう、よいしょ、だからそれやるとまたまた焦げるじゃん、また焦げるじゃんか、剥げてたのまた焦げ、ね、それより先にやろうよ、さあ、どうなることやら、ちょっと手洗います、食べるのもスピード勝負な気がする、食べるのもスピード、これうまくいってほしいな、どうなるかね、怖いけど、チキンは思ったよりうまくいったから、うまくいった、ちょっとウキウキとかって最近私が持ってくるレシピ調子いいね、絶妙なバランスが必要なレシピが多い、レシピってそういうもん、そういうもんじゃないと思う、そういうもんですね、なんであんなさ結構細かい調整必要なのに大雑把なんて思っちゃう、そういうもんなんですよそういうもんじゃない気がするんだよ、皆さんそういうもんなんですよ、ない気がするんだけど2分が長く感じるわね、しりとりしようぜ、なんで暇だね、イングリッシュしりとり、英語でなんて言うしりとり、ないないの、やんないよ、ヘイトリックだって終わりがない、そっか、いいのがないもんねだから代わりにあれか、コンサートレジェル、うん、やる、待ってやるなきゃ、コンセントレーション64懐かしい、 No repeats hesitation I go first You go second The category is Animals DogMouse Eagle Pigeon 笑かしてくるのずるい笑かしてくる Pigeon 顔芸はずるい、そういうゲームじゃない、 Pigeon、 こうやってやるとマジで白くなるの頭が、うん、だから相手が言ったやつと関連のやつ、関連のやつって言われて Eagle Pigeon 顔芸じゃないのこれ、だからラップでマウスでしょPigeon ちょっと笑いかけてたの私、こちら、いきますよ、めっちゃ溶けてる、めっちゃ溶けてる死んだ